いや、活躍素晴らしかったね。君のことを記すのに格好の戦だったよ。諸国をめぐり戦国のすべてを知り得た君の列伝だ。きっと世に二つとないものになる。ああ、そうそう、今の戦の間にじっくり君の書を読ませてもらったんだよ。すごく楽しかった。君の心が伝わってくるんだ。数々の書と出会い絆を深めた君の胸躍る感動がね。君の書は皆に愛されていくだろう。そして時を超えて人と人との心をつないでいくだろう。そうして万人の可能性と性の尊さ等を皆が知るとき、私が描く理想の世も実現するのかもしれないな。ところでこの後も心のまま旅を続けるのかい？若い君にはこの先も多くの出会いがあるだろう。そして数多くの書と心を通わせることだろう。それはこの書に記され未来の人の心を打つ、言うなれば君の旅は未来への遥かな旅だね。君の旅路に大いなる実りと幸あらんことを心から祈ってるよ。